突然ですが皆さん、福岡市といえば何を思い浮かべますか？豊かな自然に多くの歴史的建造物、たくさんのグルメに高い交通利便性など、様々なものをイメージすると思います。その福岡市、今日大東建託が発表した全国住みたい街ランキングで1位に輝きました。2位の那覇市、3位の横浜市を抑え、4年連続のトップです。福岡市の中心部、天神にやってきました。地元の人から見た視点、それから外から見た魅力、課題、このあたりを今から聞いてきます。福岡市が4年連続1位になったんですけど、どうですか、地元の人としては？まあ嬉しいよね、何でもあるし安いしね。空港までも近いところがいいなと思います。はい、食べ物が美味しい。近くに遊べるところが多い。公園も結構ちょっと天神離れればたくさんあるから、子育てに関してはすごくいい環境なのかなと思います。一方、厳しい意見も。大学は福岡じゃないんで違う県に住んでるんですけど、交通ルールのマナーが悪いなって思いました。信号がない横断歩道だと大体向こうは割と止まってくれるけど、福岡は止まってくれないなって思いました。暮らしやすさの視点でゴミ捨てに触れる人も。山口は分類とかがすごい細かいんですよね。福岡もそれがないので、はい、母たちが遊び来ても楽でえわとか言っていうので、夜でし困らない、ね。福岡市がなぜここまで人気なのか、調査を手掛けている担当者は。短期的な政策とか再開発だけではなくて、そういう数十年間にわたるその街づくりの成果が、やはりこの今の福岡市の人気を支えてますので、福岡の人気は続くと思います。福岡に住んで32年の川上さん、魅力や課題をどう感じてますか？